久保さん。風、風、風俗、風俗嬢のお仕事とかにしましょうか。実はですね、僕のコンサル生に風俗嬢がいます。はい、風俗嬢。風俗歴が多分ね、10, 10年 20, あ ?20 年 ?30 年超長いですね。超絶長いです。で、なんでまあコンサル入ってんのかっていうと、 あのー、実はね久保さんなんですよ <laughs> なんか僕を知ったきっかけがなんか与沢さんのメンバーシップ入っててその与沢さんのメンバーシップに久保さんがコメントをしていてなんだこの人ってなって久保さんたどってったら僕に行き着いてでで僕になったっていう <laughs> 久保さんすごいですね <laughs> メンバーシップでも。 広島の久保ですってやってるんですから <laughs> でもねすごいんですよもうあの何だろうなまあその彼女自身も言ってるんですけどもやっぱ周りにいないんですよねだからもう自己啓発もいけるしそういう学びというかまあ与沢さんのメンバーシップ入んないでしょ風俗の人あんまりうんだからまあ何だろうな うん向上心があるというか、うん、まああとはその年齢的な部分で、やっぱその体張る仕事なんで、やっぱもう限界値があるというところで、うん今頑張ってるんですけどね、いろいろとうんそう。まあこの話からね、僕がお伝えしたいのは、やっぱね、限界があるんですよ、何にしても。 だから限界があるんだから、それはもう分かってることじゃないですか。なんで、うん、まあ多分、久保さんとのやりとりってこれ本当に80でもできると思うんですよね。喋れば、うん。もし80になって孫と普通に喋れるんだったら多分できるんですよ、YouTube。<笑><笑>でも、80になって風俗の仕事は無理ですよ。さすがにと無理、無理、無理、無理だよな、多分。 てか80の女性指名しま,すまあ中にはいるかもしれないですけどん難しいですよね多分やっぱねまあこれ本当現場の話なんですけどやっぱ年齢が高くなると単価落ちるらしいですだから単価落ちるからじゃあ単価落ちまあ単価落ちるからじゃあ何をやってるかっていうと回数こなしてるんですよ で、体力、体力落ちてる。だけど、単価は落ちてる。回数こなさないといけない。かなりきついですよね。うん。で、今、あの、全国飛び回って、なんかそう、出稼ぎですよね。うん、やってます。うん。だから、まあ、これが、まあじじ、じ、じ、現場の声なんで、うん、まあ、風俗のお仕事にかかわらず、やっぱその、 体力を使う仕事をやられてるんであるならば、うん、やっぱ限界値があるんで、やっぱその限界値があんまないものを選んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。だからまあ、僕はラッキーですね。限界値あんまないんで、たぶん80になっても億万長者合宿のやり取りできるんで。<laughs> 80になったら久保さん90ですよね。<laughs> 久保さん。 100歳ぐらいまで生きそうですね <laughs> 僕80まで生きてるか分かんないですけどうんまあとりあえずね60はできるでしょうね間違いなく70もできるでしょうね生きてればまあ普通にこう喋れればうーんだからまあ自分の体力の限界値を超えてでも余裕でできるものを見つけと見つけるというかまあ、YouTube やればいいんだけどもうん まあそういうのは今のうちにじゃあその80からねまあ年齢は関係ない部分ありますけどもやっぱしんどいですようん80からね YouTube なんか一から覚えるってなったらうんなんかあのカーネルズ・サンダーズは65ぐらいから起業してなんだ全米飛び回って車中泊してあの チキン売り込んでって1000件以上なんか断られても不屈の精神であの売り込んでったっていうお話があるんですけどまあそれ聞くとね65でそれ <laughs> 車中泊して1000件以上断られても売り込んでって訪問販売してたのかっていうとすげえなと思いますし年齢関係ないなと思うけども、まあ、大変だったと思いますよ60超えてからのそれは <laughs>、うん。 で今はありがたいことに別にその訪問販売しなくても YouTube で喋っときゃいいんでそれに比べると楽ですよね。い、うん、ってらっしゃい。